皆さんこんにちは。私はブンブンブン一緒に八カトブのブンブンです。ポーちゃんです。乗っ取られたんですね。乗っ取られる。そうです。まあまあまあ、いずれちょっと死ぬから、ちょっとシンカーアトリートのブンブンさんについてもらおうかな。それがいいです。そう、それはみんなちょっと早く死ねよって。今日はちょっとファミマの冷凍中華をレビューしようかなと思います。レビューというか、ちょっと食べてみて、ちょっと感想を言う。はい。中国人の口に合うかどうか。まあ、前回はあれですか、セブンイレブンの。2ヶ月前。はい、やりましたね。そう、やっぱ俺一人だとちょっと再生数取れないので。ブンブンさんにゲストに来てもらって、おそう、そうです。もうブンブンさんならちょっとね、うん、大丈夫ですわ。適当で食って感想言えばいい。一応そこのその心持ちがきっと再生数につながってるんだと思います。ぶっちゃけ本当にファミマはコンビニのすべての中のね、うん、コンビニの中でファミマが一番ね、ちょっと好きだから、ね、ずっと言ってますよね。本当は私はセブンイレブンです。やっぱセブンがいいよ、ね、そう、セブンため匂い嗅いでみようか。うん、臭いでしょ。臭い。でも好き。ああ。ああ。でも、はい、量がすごい。一つ言わせてください。はい、ここの揚げ具合。はい、セブンよりは揚げやすい。でもさ、セブンも十分揚げやすいです。ほら。セブン揚げづらいでしょ。我見他干都干。さすがね、もういい女子だよ。多分ね、一番うちの動画見てるんだよ。そう。この動画でガチで日本語勉強してるからね。ろくな日本語覚えてるじゃん。ほら、俺今言うとしてないから、自ら。ボニュー。そう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 。マスターしたんだっていう。そう。ちょっと、レバーの量やっぱ多いね。うん。ああ、なるほど。ああ、なるほど。ああ。中国の店が出してる中華っぽい。あ、本当？甘み一切ないの。あ、そうなの？前回セブンちょっと甘いんやけど、うん、これもザしょっぱい。でもレバーはさ、うん、レバー硬い。結構硬め。そう。ちょっと柔らかい方がいいでしょ。うん、そう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 。レバーがね。うん、野菜はどんな野菜？ニラ。ニラ。ニラともやし。ニラともやし。うん、ニラとモロシ美味しいね。あ、じゃあ一緒に食べな、食べは。うん。これね、はい。レバーだけ食べるとちょっとしょっぱい、塩気しか感じないけど。うん。でも野菜の風味は意外と残ってて、ちょっと見た目はこれなんだけど、でもちゃんと野菜の風味残ってるから一緒に食べるとちょうどいい。これはまあ酢豚鶏肉バージョン。うん、的なね。やっぱり揚げやすいわ。これ、れんご。れんごは中国では食べたらがきれい。きれいになる。不是、会变丑的。れんご食べたらブスになる。衣がいっぱいってことです。味付けで言うと、はい、酸っぱすぎず、甘すぎず、しょっぱすぎず。はい。絶妙。これは中華料理では。これに加え多分很酥脆。うん。まあ冷凍だからね。そう。もし焼きたてだったら、うん、ちょっとね鶏肉がパリパリだからもっと美味しいんだけど、冷凍はちょっともったいないなって。でも味して合ってます。うん、美味しい。美味しい。これは食べない。レンコンは食べない。レンコ食べない。じゃあブスが食べる。ブス食べてもブスならないから。もしくはもう裏返る。そうそうそう。はい、マイナスマイナスはプラスになるから。そう、意外と美味しいよ。レンゴ、まあ、美味しいよ。でも私大丈夫。結構染み込んでるよ。美味しい、美味しくないじゃないですかね、ブンブンさんの場合。しっかり染み込んでる。染み込んでる、ほんと味めっちゃ染み込んでるから。うん、柔らかい。柔らかい、柔らかい。じゃあポテト。ポテト、はい、どうぞ。うん、柔らかい。うん。普通の酢豚には入ってるじゃがいもって。じゃがいも全然入ってないよ。意外と中国人合うかもしれない、ファミマの。へぇ。とびきり美味しいじゃなくて、うん、中国の、まあ、定食屋みたいの入ったら多分こんなの味付けが出てくる。へえ、うん、多分中国人のスタッフ入ってるっぽいんだ。わあ、これはシュマイ。シュマイ、シュマイ、わお、わお。でも
说满は坡江のとこ。そうです。のところは酢はいらない。いらない？入れないよ入れない。え酢入れる？私のところが酢入れます。マジで？肉汁ワット。肉汁ジュワット。肉汁ジュワット。そうそう。でかいね。大きいよこれ。でもこれ見て見てこれ酢があるね。うんそう。でもなんで中でない？ああ、じゃあファミマ聞いたか、うん、なんでパッケージに酢があるのに中にないですかファミマさんブンブンさんがこう言ってるよ水ある中で嘘隠してまたまあ塩拭きまではいかないけど、うん、ちゃんと、うん、肉汁は感じる美味しいこれ美味しい味付けバッチリ最高うん、あこれ、うん、これ美味しい。お塩も美味しい。これちょっと想像以上は。おなんとファミマでこんなぶっちゃけ期待してないやけど、これはちょっと、うん、いいわ。おお。でかいプラス味付けもいい。あと肉肉しい。おお。ソースも。ソースつけないと。黒酢つけましたね。なるほどね。うん、まあやっぱね味。ちょっとあの薄め、はい、あの食材の味を生かすシューマイなのでね、うんうんうん、そうだから俺はこういう系が好きだから、うん、あと皮もそんな厚くないし、うんうん、中身もちゃんとねあの赤身と豚の脂っこいところもちゃんと使ってるから、うん、肉汁も感じれるし美味しいこれソースつけまおいしいよあの大丈夫ですこのままがいいチンジャオロース期待たいブンブンさんはねチンジャオロースこれは楽しみおでも様子が見たらが美味しくない様子が見たらが美味しいルックスダメですあのチンジャオロースでもこういうのは逆にちょっとうまいかもしれない、ね、いただきますはいどうぞなんでこんなちょっとあのなんだろう私のイメージの味が違うあの味はともかく、はい、肉が結構食感がしっかりしてて俺多分ね今まで食った本品の中ね、うん、チンジャロースの食感が一番いいわへえでも、うん、なんかねなんかちょっとじゃがいもと一緒に煮込んだ感じはあるんだけどなんかこのなんだろうなサラサラの感じじゃないじゃん結構トロッとしてる、ねうんうん、がちょっとねチンジャロースと合わないな味付けも、まあ、普通、うんうん、あ普通に美味しいところうん、うん、確かに、うん、日本の中華料理の店もこの味いや、違うねでしょ、うん、次、チャーシューチャンハンはいあ美味しいおお。一切の味付けも加える必要ないおーちゃんと考えて終わるほうほうほうちゃんとうまいちゃんと中華っぽいおー私もそう思ううん美味しいね美味しい美味しい今までこれ一番美味しい本当に美味しいねおーあこれは美味しい、うん、めっちゃ評価高いねチャーハンこれはもう本当にあの俺ダイエットじゃないと多分ね一人2パックマジでフライパンで炒めたらもう絶対やばい最後餃子ああ餃子美味しくないな美味しくない、うん、皮も中身も、うんうん、ちょっと美味しくないなこれのハードルが高すぎてかもしれなくて、うんうんうん、なんかね特徴がないただただの餃子皮も中の具はねそこまでパンパンになってないから、うん皮食べた後に肉じゃなくてちょっと空気が入っちゃうんだよな口の中にこれ中のものは私好きじゃないうんだよねへえ中のうん、うん、そんな美味しくない特徴がないもんやっぱりチャーハンが一番美味しいうんチャーハンうんまだ食べたい一番おすすめ、まあ、中国人が一番おすすめしたいファミマ冷凍中華じゃあ一斉に指を指しましょうせーのおーそのギャル新しいギャル指ギャル指新しいギャル指これですおーやっ
ぱりチャーハンが点検突破してます。もう反応的にまあダントツだったもんね。うん、チャーハンがね、もうだってあのぶっちゃけそれ冷凍チャーハンとか一番ちょっとあのまあどうでもいいって思ってるから、あのレンチンチンするからちょっとね、はい、あのペチョペチョになるからまず食感も好きじゃないんだけど、それを上回る味の美味しさ。おお、これはちょっと、うん、それは相当だね。相当だよ。これは本当ちょっと、うん、完成してる。ファミマやるね。おお、やるね、本当に。まあフライパンで温めたらなおさら美味しいんでしょうけど。そうそうそう、別にレンジで温めるだけでこれです。まあこの食感が好きな人はね、はい、全然これでもいいんです。はい、餃子だけはちょっとあのちょっとあの再開発。ワースト。じゃあ次回もまた別のコンビニのね、そうです、冷凍中華を攻めていきましょう。はい、じゃあ、はい、チャンネル登録と高評価、あとブンブンさんのインスタも、フォローしてくださいね。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイ。